はい、どうもですこんにちは。いずこです。それでは今回なんですけども、Apple Pay に7個が登場実際の設定方法や107個ポイントがもらえるキャンペーンも解説。11月には大還元の噂もということで、今回は Apple Pay n a n c o についてですね、この動画では Apple Pay に7個が対応したことによっての設定方法ですとか、キャンペーンについて解説をします。昨日の Apple Pay ワンと違ってちょっとした注意点もありますので、設定される方はですね、ぜひ参考にしていただければなと思います。それでは ということで、昨日からね、本格的にサービスが開始したこちらの Apple Pay One、そしてね、今回のお題でもある Apple Pay 7個ということで、この動画では Apple Pay 7個の情報についてお伝えをします。では早速ですね、公式ページを一緒に見ていきましょう。Apple Pay の7個始まりましたということでございます。まあ、今回のね、Apple Pay 7個についてなんですけども、元々持ってた7個のカードを取り込んで使うこともできますし、初めてね、利用される方からすれば、箱手数料無料で作ることもできます。確かね、7個のこの 色のカードは発行手数料300円かかるはずだったんですけどももし新規で発行される方に関したら発行手数料無料で使うことができるので初めての方からすればちょっとお得かもしれないですね 次に、いつでもどこでもチャージということなんですけども、ここにも出てる通りなんですが、セブンカードプラスっていうクレジットカードがあるんですけども、それでももちろんチャージできますし、JCB マスターカードアメリカンエクスプレスブランドのクレジットカードでいつでもチャージ入金できます。もちろん現金チャージも可能ですということなんですけども、ちょっとチャージされる方はですね、先にちょっとお伝えしておきたいことが2つあるんですけども、ま、今お伝えしたようにこのセブンカードプラスでもチャージができるということと、Apple Pay でチャージする場合は JCB マスターアメリカンエクスプレス、ま、あ これらでアプリペを使ってチャージもできるということではあるんですが、 このアメリカンエキスプレスの場合、加算対象外100円で1ポイントとして加算されない加盟店ですね。その中に電子マネーの中にですね、しっかりと7個アップルペイチャージが含まれているんですよね。まあ、このページに関したらアメックスのプロパーカードのページにはなるので、一応チャージはできるんですけども、ポイントが付与されないということでございます。他のちょっとね、セゾンアメックスとかに関したら、まだちょっと僕調べきれてないのでわかんないんですけども、もしプロパーカードでアップルペイを使ってチャージする場合はちょっとこれはね、 注意は必要かなと思います。で、もう一つ、こちらマスターブランドの場合なんですけども、まあ、みんな大好きトヨタウレットの場合ですね。トヨタウレットの場合は、ご利用できない加盟店ということで、この中に7個クレジットチャージっていうのが入ってるんですよね。まあ、これが今回のア e プ a y チャージに該当するかどうかっていうのはちょっと僕もわかんないんですけども、もしされる方はですね、まあ、ちょっとチャージができるかもしくはポイントが付与され,るなされないのか、ちょっと僕自身わかんないんですが、ちょっとそこは注意が必要かなと思います。 ということでね、アップルペイなのこはアップルペイを使って、まあちょっとビザはできないんですけども、チャージができると。まあ他にも残高の確認が簡単であったりとか、あとなくした時に、こういった紛失盗難時の対策もですね、しっかりと取ることもできるので、もし紛失した場合は、 まこういった方法で、まあ、紛失モード iPhone 消去するを使って、まあ、制限をかけることができるということでございます。でよくあるご質問のところにここを押さえておいてほしいところがあったんですが現在利用している7コカードを Apple Pay の7コで利用することはできますかということなんですけどもウォレットアプリで7コカードを取り込むことでこれまで使っていた7コカードを Apple Pay の7コで利用することができますとで読み込みできるカードは虹色デザインの7コカードのみカードの取り込みを行うと7コ番号が変更されるため7カードプラス でチャージは引き継がれませんとでカードの取り込みを行うと7個番号が変更されるためセブンイレブンアプリ伊藤岡田アプリデニーズアプリ等のセブンアイグループに7個を登録でいただいた場合は変更手続きは必要になりますということですのでこれね僕も実際にトライしますのでぜひ参考にしてくださいでね今回ねアップルペイの7個が始まることによってキャンペーンが開催されますそれがこちらなんですけどもアップルペイの7個といずれかのアプリ一つ登録で107個プレゼントということでございます キャンペーンの期間は昨日からすでに始まっておりまして11月30日火曜日までのキャンペーンとなります。で、キャンペーンの参加条件なんですけれども、iPhone 持ってること、これはもう当たり前ですね。次に7個アプリを持っていることということですね。後ほどインストールを行います。で、その後にセブンイレブンアプリ、イート伊藤伊藤洋カドアプリ、デニースアプリのうちいずれか一つのアプリに7個番号を新たに登録して変更を行うことということですね。まあ、やり方としたら伊だってシンプルでございます。ね、後ほど僕も取り込みを行うんですけども、事前にね、この Apple Pay 7個の始め方と。 ということなんですが、まずね対応機種については iPhone の場合は iPhone 8 iPhone SE 第2世代以降ということですね。で iOS は15以上。で Apple Watch の場合は Series 3以降で WatchOS が8以上ということですので、まあ、それぞれね対応している端末そして OS のアップデートを事前に行ってください。まあ、今回僕はこの7コカードの取り込みを実際に行うんですけども、まあ、ここにも出ているように虹色デザインのカード以外は取り込みできないということで、基本的にはこのカードのみと。なので他に出てるようなこういった7コに関してはできませんということですね。 で、先ほどもちょっとお伝えしたように、取り込みした後は7個番号というのが変更されるので、セブンアイグループのアプリですとかサイトで、セブン ID 簡易情報ページから7個番号の登録変更手続きが必要となるということでございます。 あとは、このクレジットチャージ、オートチャージの設定がリセットされるので、再度設定が必要ということですので、普段からこれらを利用されている方はですね、ここも注意が必要ですね。で、再度設定できるクレジットカードは、セブンカードプラス、セブンカードに限るということでございます。でですね、今お伝えした内容を踏まえて、早速ですね、インストールそして設定を行いたいと思いまして、こちらがね、僕が持っている7個カードでございます。まあ、ほとんど使うことはないんですけども、せっかくなんでね、ちょっと取り込んでみたいと思います。まず取り込む方法の順番として、iPhone のオレットの アププリがありまますすでこれをタップして開きますそして、右上のプラスのマークをタップすると、ご覧のように電子マネーの項目が追加されていまして、まあ、先日ね、こちら1を追加したんですけども、今回こちら7個を追加しますので、7個をタップします。そしたら、7個の画面が出てきますんで、続けるをタップして、お手持ちの虹色デザインのカードを転送するということですので、僕はね、プラスチックカード持ってますんで、まあ、7個番号、生年月日を入力するんですけども、これはカード裏面に、ここにですね、7個番号出てますんで、それを入力します。で入力 そしたらですね、右上の次へをタップすると、 まあ、利用規約出てきますんで、ずらーっと読んで、右下の同意するをタップ。そして、カードを転送という画面が出てきますんで、まあ、こんな風に iPhone を持って、7個にかざします。そしたら、ご覧のように、転送中という風に、このバーが進んでいきまして、しっかりとね、バーが進むと、カードの追加という画面に切り替わりますんで、問題なければ、右上の次へをタップします。そしたらですね、こういった画面が出てきます。ウォレットに追加されましょうと出てきますんで、問題なければ、このまま完了をタップすると、しっかりとね、自分のウォレット上に7個 が追加されたという状態でございますいいですねこんな風に残高も出てポイントも出てくるということですので管理も結構しやすいのかなと思います続きまして iPhone にですね7個アプリをダウンロードして7個カードを登録します App Store から7個で検索して入手をしますそして開きましたら通知についてはまあ許可でいいかなと次にアプリを始めるをタップしますで暗証番号を入力するのでここで設定する暗証番号を入力してでこれでアプリの暗証番号を設定しましたとで次に先ほど設定した Apple Pay の7 を読み込んでくれたっぽいので新しいカードが見つかりましたというふうに出てきましたので下にですねアプリに追加するをタップしますそしたらですねカード情報を取得会員メニュー用パスワードを入力してくださいということでこれ何だったのかちょっとよくわかんなかったんでとりあえずまあ思い当たるパスワードを入力して認証をタップすると現在のパスワードをお使いいただけませんより安全にお使いいただくためにパスワードの設定条件を変更しましたということで、まあ、パスワードの変更をですね早速行いたいと思います現在登録しているパスワードと新しい会員 メニューをパスワード9文字以上16文字以下そして数字 A 大文字 A 小文字をそれぞれ1文字以上使用したパスワードを入力して変更するをタップしますそして変更が完了しましたということで OK ですねこれでしっかりと設定ができたという状態でございますでここにも出てるように連携サービスの再設定をお忘れなくということですのでまあ、ここでね先ほどお伝えした7個番号が変更されるので連携サービスの再設定が必要ということでございますまあ、今回ね僕はこの iPhone や Apple Watch に7個カードを取り込んだに該当するんですけども、再設定が必要なサービスとして一応ご覧のようにセブンイレブンアプリとかイトーヨーカドーアプリとかデニーズアプリとかあとロフトのアプリとかオムニセブンとかのまこういったものが該当するということでございます。まおそらくですねセブンイレブン使ってる方であればこちらのセブンイレブンアプリ入れてる方多いと思うんですけどもまあ僕もその一人なんですが実際にこちらのね変更を行いたいと思います。まずセブンイレブンアプリを開いたらこういった画面が出てくるんですけども一旦閉じてここの詳細というところですねタップすると。 まあ、エラーの画面がが出ててきます、まあ、元々あっった情報がねリセットされてるっぽいんで、すすけども今回はね変更を行いたいいたと思いますで実際に画面を進むと、7個ポイントサービスの利用登録の画面が出てくるんですが、現在のね、登録してる番号と、登録したい7個番号の入力として出てきます。で、この番号なんですけども、先ほどインストールしたアプリの右上のところにですね、ここに7個の番号、新しい番号が出てきますんで、これをですね、ここに入力をしていただきます。で、入力がしっかりと出てきましたら、次に、こちらのパスワードを入力して 入力していただくんですけれども7個カードをお持ちではなくてパスワードをお持ちの方のところで先ほど設定した新しいパスワード7個アプリで設定した新しいパスワードをここに入力をしていただきますで問題なければこのまま次絵をタップしてそしたらですね2要素っていうんですか2要素認証に使用する電話番号の登録いわゆるまあ2段階認証みたいなものですかねそこでここに電話番号を入力して登録するをタップしますそしたらここにテキストメッセージのワンタイムパスワード送信と出てきますんでまあ諸々入力してこれでワンタイム パード認証が完了しましまたとで、次、絵で進むと、登録の確認画面が出てきますんで、登録するをタップして、これで7個ポイントのサービス利用が登録完了ということでございます。一応ですね、7-11アプリのトップページ戻ると、いつもの画面に戻ってますんで、もしね、僕みたいに、もともと7個のカードを持ってる方で、取り込む方がいらっしゃれば、今みたいな方法を行っていただくと、まあ問題なくね、引き継ぎができるということでございます。まあね、ちょっとめんどくさいとこではあるかもしれないんですけどね。でですね、今日お伝えしたことをまとめると、まず対応してる端末なんですけど、 iPhone8、iPhone, 8, iPhone SE 第2世代以降、で iOS に関しては15以上、で Apple Watch なんですけどもシリーズ3以降、WatchOS は8以上ということですのでまだねアップデートされてない方はアップデートしてみてくださいでチャージする単位なんですけども現金チャージに関したら端末の種類ですとか設置されている場所でチャージの単位が異なりますのでもし現金チャージされる方はちょっとこれこれは気を付けてくださいでクレジットカードに関したら1000円以上1円単位でチャージすることができますでチャージの上限なんですけども1個あたり 49000で,で、5万円までチャージできるみたいですね。まあ、この中には入れてないんですけども、アメックスとかに関したら、プロパワーカードは現状ね、チャージしてもポイントの対象外となりますので、気をつけてください。で、注意点として、他にも、アップルペイの7個にカードを移したら、7個カード、先ほどみたいに僕のリアルカードは、もう使うことができませんので、もしね、取り込む方に関したら、もうずっとのアップルペイで使うっていうことを、覚悟した上で、移行を行ってください。で、もしね、移行を行った場合は、7個番号というのが変更されるので、先ほどみたいに、 連携したサービスの再設定が必要ですので、ちょっとお手間かかるんですけども行ってください。そしてキャンペーンのまとめなんですけども、特典として Apple Pay の7個といずれかのアプリ1つ登録することによって107個ポイントがもらえると。で、キャンペーンの期間なんですけども10月21日から始まっておりまして11月30日まで。で、キャンペーンの条件なんですけども7個アプリをインストールしてセブンイレブンアプリですとかイトーヨーカドーアプリ、あとデニーズアプリのうち1つに7個番号を登録することで今回の107個ポイントがもらえると。で、審定される時期なんですけど。 けども、2021年の12月16日木曜日受け取り方法として7個アプリでセンターお預かり分をタップでポイントを獲得ということでまあ、アプリ上でね受け取ってくださいということですのでちょっとねこれは忘れないようにお願いしますまあ、おそらく何かしらの通知とか来そうな感じはしますけどねでですねまあ、ちょっと今回サムネに少しね11月に大還元もという風にあったんですけどもそれ何なのかと言いますとそれがこちらのエンガジェットさんのサイトに記載がされておりまして、まあ、Apple Pay7 個についての記載があったんですけども 大型還元は11月っていう風にあったんですよね。それがここにあったんですけども、大型還元は11月に実施予定。7個のアップルペイ対応で期待できるのが大型キャンペーンですと。セブンカードサービスの7個決済サービス担当者によると、当初はシステムの安定性を見極,る見極めるためスロースタートとして、11月時点で大型還元の実施を予定しますと、なんと。まさかね、こういった記載があったんですよね。そして、なお、本日10月21日から11月30日までアップルペイの7個登録とアプリの紐付けで、100円を 還元する小型キャンペーンを実施しています。ということですので、まあ、ねちょっと公式では公式は現在ね発表されてないんですけどもなので、もしね。これが本当であればちょっとね。11月期待したいところではありますよね。まあ、最初見た時、ちょっと僕も100円還元見た時は、うんって思ったところではあったんですけどもまあ、正直どうなるかどうかというのは分かんないんですが、もし特にね。そういう使う予定がない方はまあ、すぐに設定しなくてもいいのかなという風に思います。一応こちらのね。円ガジェットさんのリンク貼っておきます。まあそんなこんなで今回は applepay 7個について簡単ではありましたけども。お お伝えさせていただきました、まあ7個に関しては税金での支払いもできたりするのでまあ、日常からもう7個を利用されている方からすればね今回この対応っていうのはかなり嬉しいという方もいらっしゃるのかなという風に思いますまあ、税金の支払いもね支払い方によってはペーペーが良かったりする場合もあったりするんですけどもなんちゃかんちゃね7個もすごい便利がいいので今後活用される方も多くなってくるかなと予想してますまあ、前回に引き続き今回もまあ実際の設定方法とか使い方でお伝えしたんですがまだ僕自身ですね先ほどのポイント還元対象 とかお得な使い方とか、まだそれについては特にね、細かくまだ調べてませんので、そこはね、今後おそらく動画にするかもしれないです。まあ、ぜひですね、前回に引き続き、まあ、このチャージ方法がお得ですよとか、まあ、そういったアドバイスなどいただければ、またね、僕自身テンションが上がります。で、今回お伝えさせていただいた、Apple Pay7 個についての公式ページ、そして、エンガジェットさんの公式リンク、念のため先ほどお伝えした、アメックスのポイント対象外のリンクも概要欄貼っておきますんで、また詳細気になる方いらっしゃればチェックしていただければなと思います。ということで、本日 本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。